お世話になります、ひとりでございます。冠雪原のここの雪中渓谷ですかね、そこにワットショップがあると思うんですが、ここでは目玉商品というものが出るんですよね。実際に見てみますと、話しかけますと目玉商品というものがありまして、今現在ですね、でかい金の玉ですね、すごいみんなが大好きなやつですね。早い者勝ち、お値段たったの1980ワットで、買えるような感じとなっております。でこれ目玉というだけあってレアなアイテムが結構出るんですよね。でどうやらですね、この目玉商品には視聴者さんのコメントによるとおしゃぼが出るのかみたいな情報がありました。ちらほらゲットしてる人もいるようなので、今回はこの目玉商品におしゃぼが出るのか検証していきたいと思います。まあやり方としては、単純に1日待つんじゃ時間がもうかかりすぎてしまいますので、まあここで目玉商品出ますけど、おそらくワットバグ、つまり日付変更バグやればこの目玉商品変わると思いますので、それでひたすらね、その日付変更バグを何回もやって、日付変えて目玉商品をね、変えて、出るまで、やっていきたいと思います。はい、やり方としてはこっちにすぐね、ありがたいことにこんな近くに巣があるという、願いの塊を投げ込んでいきまして、まあここ普通に投げ込んで紫の柱とかでも関係ないんで、でみんなで挑戦でしょ。それでホームボタンでもうみんなこれ使用という感じで、もうえげつないほど回数やってると思いますが、ほとんどの方がね、私もやってる人間なんですが、それでやめろ押して、そしたらここ話しかけたら変わるよね。さっきでかい金の玉でございましたから目玉商品、どうなる。あ、やっぱ変わってますね。不思議な飴5個セット、まあこれはいらないんだけども、まあとりあえず私ワットいっぱいあるんで、ちょっと減らすためにも買っときましょうか一応。不思議な飴5個手に入れたってありますが、これでもひたすらやって、まあさすがに何時間もやってね、出ないっていう可能性もありますので、まあ、目安として3時間ぐらいかな。3時間ぐらいやって出なかったらやめますけど、まあ、そこぐらいまではちょっと頑張りたいと思います。それでは行きましょう。まああとはね、ひたすらこれ、変えるだけなんで、もう別にカットしちゃいますね、きっと。え、マグマブースター、なんじゃそりゃ。初めて聞いたんだけど、こんなアイテムあったっけ。ないよね多分。まあ、こんなアイテムもありますと。あ、銀の王冠も出るんですね、これ。7980ワットだから、まあ、結構高いけど、まあお得ですよね。まあ、それ以上は持てませんって言われちゃった。持ってたんだ、カンストしてたんだ。知らなかったわ、自分でも。ん？銀の王冠3個セットもあるんだ。まあ買えないんだけどね。これ以上持てませんになっちゃうんで。こんな知らなかったよ。お、来た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 、ようやく来た。マジか。ようやく来た。ドリームボール来ましたね。マジで来るんだ、やっば。心臓がドキドキ。え、これかかった時間やばいんだけど、えげつないんだけど、5時間半ぐらいずっとやってました。マジかよ、来るんだ。でも初め3時間ぐらいでやめようかと思ったんだけど、来たわ。もう首が折れそうだ、寝ながらやってたから。マジで来るんだね。ただ渋すぎるわ、確率が。クソほど渋い。これはないわ。どんだけゲームフリーク、このおしゃぼに対して厳しいんだよっつう話ですよね。じゃあ買っとこっか、これ。39,980W ってめちゃめちゃ高いし、多分一番高いやつじゃないこれ。オッケーオッケー、手に入れた。ドリームボールゲットだぜ。いや、来ましたね、ちゃんと。眠り状態のポケモンが捕まえやすくなる、ちょっと変わったボール、ドリームボールゲットしました。いや、これは嬉しいよ、マジで。いやー、辛かった。よかった、終わって。ということで、ワットバグ、5、6時間やれば、おしゃぼ手に入る、ということで、証明完了でございます。ただ、これやるより、デリバーでやる方が確率高そうですし、マックス鉱石でね、ウルボとか買った方がいいんじゃないかなと、私的には思っております。それか、ボングリね。まあ、この作業、ほんとだるいっすから。つか、ほんとにひどかったな。叶わない夢、みたいな意味での、ドリームボールでした。